ジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルは、フランス王国の砲兵士官で、技術者。フランス陸軍の大砲製造に、新しいシステムを取り入れ、射程を犠牲にすることなしに、従来のものより軽く、かつより均一な大砲の製造を可能にした。グリボーバルシステムは、以前のド・バリエールシステムを代替した。ナポレオン戦争において、この規格の正しさが証明された。グリボーバルは、 知られている限り、大砲の部品に互換性を持たせることを提唱した最初期の一人とみなされており、その後の技術開発に大きな影響を与えた。1715年9月15日、アミアンに生まれる。父は治安判事であった。1732年に士官兵としてフランス王立陸軍砲兵部隊に入隊。1735年には士官となった。 それから20年近く、連帯勤務と科学研究に従事し、1752年に地雷公平中隊の隊員となった。数年後、プロイセン王国で軍事任務に就いた。1757年、中佐に昇進し、7年戦争の勃発にあたっては援助のため、オーストリアに派遣され、オーストリア軍工兵隊を設立した。 グラッツの戦いとシュバイントニッツ防衛戦では公平部隊を指揮した。シュバイントニッツにおいて彼が設計した1748年式要塞法が試され木工責任者のリヒテルによって改良された。1762年パリに戻りオーストリア軍の大砲とフランス軍のドバリエール法の比較を報告している。マリア・テレジアはグリボバールの働きを評価し、 純玄水に人ずると同時に、マリア・テレジア十字勲章を与えた。フランスに戻った後に少々に、昇進。1764年には、砲兵監査官となり、1765年には、中将に昇進し、生類勲章を授与された。グリボバールシステムの野砲。左から12ポンド、8ポンド及び4ポンド野砲12ポンド、グリボバール野砲。 フランス第一共和制時代しかし、数年後に法廷で不利な判決を受け、1776年になってようやく法兵部隊総監となり、また生類第十字勲章を授与された。それから、グリボワールは法兵システムの改革を開始することが可能となった。もっとも野戦榴弾砲の導入には成功せず、また25のサイズの砲車を含んでいた。 彼はまた1776年に設定されたフランス砲兵規格に責任を持った。グリボバールが直接的に関わった部分は多くはなかったが、この組織的な統一法令はグルボーバルシステムと呼ばれている。ありがとうございます。